要明は私は、中華人民共和国の官僚、政治家、上海市出身。現職は、中国共産党中央、政治局委員兼書記所書記、中国共産党中央規律検査委員会副書記、中華人民共和国国家観察委員会主任、中国共産党、第19回全国代表大会代表。1953年10月26日。 上海市で生まれる。文化大革命中期の1970年5月より、安記省台湾県の総州人民公社で知識青年として、労働に従事。1973年9月に、上海中医薬大学薬学科で勉強した。1976年12月、チベット自治区、なくち区医薬講師校長、副経理に任命。 1984年1月、ナクチュ地区委員党委員会初期に就任。1986年9月、ナクチュ地区業所副選員に就任。1992年12月、チャムド地区党委員会副書記、業所副選員に就任。1995年7月、チベット自治区財政庁常庁に就任。1998年5月、 チベット自治区人民政府副主席に昇格。2001年5月、チベット自治区で25年間働いた後、48歳の、要明渡氏は、上海市に戻り、上海市人民政府副市長兼上海市文化財、管理委員会主義を務めた。2006年10月、上海市党委員会常務委員、統一戦線部部長、上海市社会主義学委員委員、陳、 小組初期に就任。2012年5月、上海市党委員会常務委員、指揮初期に就任。2012年11月14日、中国共産党第18期中央規律検査委員会委員に選出された。2013年10月、中華人民共和国国土資源部の巡視に入る、中共中央規律検査委員会第3巡視組の組長を務めた。 2014年1月15日、中国共産党中央、既立検査委員会常務委員権副書記に補選される。2016年12月25日、中華人民共和国観察部部長を兼務。2017年1月11日には、国家予防腐敗局局長、中央進化国家観察体制改革支店工作領土小組成員。 党蘇生院兼弁護室主任を兼務する2017年10月25日、64歳のよう、明渡氏は中国共産党中央政治局委員、中央初期どころ初期に選出され、30年来初めて中央政治局に入る中央規律委員会副初期となった。2018年2月24日、第13回全国人民代表大会代表に選出される。 2018年3月18日、第13回全国人民代表大会第1回会議、第6回全体会議で、初代中華人民、共和国国家観察委員会主任に選出された。ありがとうございます。